そう、くーちゃんって書いてあるけど、はい、みんなです。はい、みんなですね。はい、くーちゃんのカードに書いてあるんだよね。でも、抗生剤は使ってませんから、はい、A の薬ね、はい、まあ、1滴を1日2回と、はい、まあ、入ってるのはウルソ、はい、なんかウルソ、はい、ウルソデオキシコールさん、デオキシコールさん、はい、これは何かというと肝臓の働きを高めて、はい、肝臓の中にある肝のはい、出てくる液体を胆汁って言うんだけど、はい、胆汁の流れを良くする、はい、これが流れが悪いもんだからおしっこは切れてくる。もともとこの胆汁というのは肝臓から管があって十二所に出てて、でそれで脂肪の分解を助ける、うん、だけど流れが悪いとこの胆汁が血液に入っちゃって、うん、で血液循環、ね、全身回って腎臓から排泄される。そうすると黄色くなっちゃうんですよ。そうだから高ビリルビン血症なんですよ。まあちょっと血液取ってるわけじゃないからビリルビンが見えないけどおしっこがあんなん、うん、なんでみんな同じになっちゃったの。でお水飲む量も多いもんね、はい、で肝臓悪いことお水飲むからさ。あ、そうなんだ。 それからあとなんだっけな、ウルソ、あ、ベナゼブル、まあ、これはちょっと血の流れを良くする薬、はい、血管を広げて血の流れを良くする、はい、血管拡張、そうするとまあちょっと心臓とか腎臓の負担を和らげると、はい、そんな強い薬じゃないですこれはね。それからあとはムサプリド、お腹ですね、メト、そうです、メトクロプラミド、そうですね、消化管機能改善、はい、胃腸機能を高める薬ですね。の高めで、あとはまあアタウリ、うん、まあこれもちょっと肝臓をちょっと元気にすると、総合ビタミンと、それからブドウと甘くした、ね、はい、あとはプロバイオティクス、はい、わかります、餌ならヨーグルトに書いてありますね、腸の善玉菌、腸の善玉菌を補うと腸の環境が良くなる、はい、腸の環境が良くなると免疫力が高まると、はい、だからヨーグルト食べてるとコロナになりにくいとか、はいはいはい、多少は当たってますね、そうか、上がり薬、キノコ、そう、キノコ、ベータグルカンがキノコには入ってるから、はい、これが免疫力が高まる、だからやっぱりキノコ食べてると免疫力が上がってコロナになりにくいかもと、はい、それから B は一滴、はい、1日1回、はい、ヒドロコキシン、これはあの非ステロイド、ステロイドじゃないタイプの消炎鎮痛剤です、はい、消炎剤、はい、まあ、あとはブドウ糖とビタミンがこちらにも入ってます、はい、で有効期限が1週間だけど6日、そう、土曜日ぐらいかな、はい、11月の6日ね、だからもし続けてもらえるんであれば6日にまた、はい、薬だけ取りに来てもらってもいいですよ、元気だったら、はい、じゃあ元気がないとかだったらもちろん、なんかあるんだったらもうそういうところなんですよね、そうそう、だからなんかある可能性、まあ要はね、うん、この季節はやっぱ温度差激しいじゃないですか、はい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 、ね、で基礎疾患を持ってる場合はさ、やっぱり若い子でもさ、うん、その若い子だったら若くて元気な子はちょっとぐらいの遅さだったら元気なんですよ、うん、でも高齢になってきたりとか、若くても基礎疾患を持ってればさ、温度差に対して弱いからさ、うんうん、まあ、そういったところで体調を崩しやすいかもしれない、なるほど、でまあここにいたら最初1日目2日目になかなか慣れないから、うん、食べが少ないんだけど、うん、今ね、随分ご飯食べてる、そう、もうだいぶ慣れてきて、うん、よく食べて、よくうんちもするようにはなってきたんですけどね、うん、で、止めますね。